今回紹介する商品はトロピカルマリアのトロピカルフルーツミックス1キロです。コストコではね、こういった冷凍フルーツの業務用サイズが販売されてるんですけれども、ペルー産のマンゴーとパイン、ストロベリー、この3種類のフルーツが入ってるということで、コストコの冷凍フルーツで1キロ入りっていうのは結構ね少ない部類に入ります。他のやつであったら2キロ超えてるものとかもあるんですけど、他のメーカーのものは結構ね質が良くなかったりするんですね。量こそたくさん入ってて価格も安いんですけど、売れてないものが入ってたりとか、マンゴーだったら繊維がこう残ってる部分とか結構ね、ばらつきがあるんですが、こないだこのトロピカルマリアのマンゴーだけのやつをね買って食べたんですけど、それがねものすごく調子よくて質的にはいいなと思ったので、今回はですねこのミックスのやつ買ってみました。で、我が家ではバナナ冷凍したやつをいつもストックしてまして、それとこの冷凍フルーツを合わせて、あと牛乳とか豆乳とかを少し混ぜて、バイタミックスでね、ガチャガチャっとやったものをデザートで出すんですけど、この動画の後半で、それをちょっとやってみようかなと思います。で、まずその前にこの3種類のフルーツがそれぞれ何グラムずつ入ってるのかっていうのを調べたいと思います。この商品のいいところはパッケージが全部日本語で表記されてます。で、ここはジップ式になってまして、これごとね出し入れしやすくなってます。中身こんな感じなんですけど、均等に入ってるわけではなさそうですね、マンゴーとパインの割合がパッと見多い気がします。とりあえず全部出しますと、中身1キロなんで、そこまで入ってないですね。この丼に収まるぐらいの量なんですけど、やっぱねパッと見、黄色の割合が多いですね。マンゴーとパインの割合が8割ぐらいですかね、合わせて。はい、いちごは気持ち程度って感じなんですけど、とりあえず3種類のフルーツ仕分けして、量をねチェックします。ということで仕分け終わったんですけど、これマンゴー、パイン、イチゴということで、明らかにイチゴの量は少ないですね。パッと見マンゴーの方が多い感じですが、この2つで全体の 85% ぐらいの量がありそうです。仕分けしてたら溶け始めてきたんで、少し冷凍庫に入れます。はい、やべやべ、これ袋の注意書きにもあったんですけど、一回溶けると品質落ちますよって書いてるんで、もしねこれ食べられる際は食べる分だけ、解凍するようにしてください。そう、一旦休憩。はい、ということで、ちょっとね緩んでたんで30分ほど冷凍庫に入れておきました。で、今から重さ測りますが、このね袋の分もしっかり引いておきます。ではまずマンゴーから、431、続きましてパイン378、そしていちご195、
ということで、それぞれ小分けしまして計量したんですけれども、合計で 1004g ということで、ギリギリ 1kg あるっていう感じでした。意外だったのがマンゴーが一番多かったっていうのと、あとイチゴが 200g ぐらいしか入ってないんで、もしね、こうやって小分けしない場合はイチゴはちょっと少なめに使うと最後までバランスよく使えるっていうことが分かりました。同じペースで使い続けてるとイチゴが枯渇するということになりますので、このフルーツスムージーとかで使う方多いと思うんですけど、イチゴがやっぱね入ると彩りも良くなるんで、入れすぎ注意ってことですね。はい、ということで試食します。どれもね、冷凍庫から出してすぐはカチカチで食べにくいんですけど、20分30分常温で置いとくと結構ね食べやすくなります。これも一番美味しい時ですね。ではマンゴーから。完熟、うまっ。でこれ 200g 取り分けたんですけど、これだけで200円しないっていうことです。これは100個食えるな。続きましてパイン、パインはね完熟っていうくらいまではいってないんですけど、皮むかなくていいんでめちゃくちゃ楽ですね。パイナップルよく買ってたんですけど、やっぱねむくのがめんどくさいんですよね、この状態ですぐ食べれるのはかなり楽です。さっぱり。こちらがイチゴなんですけど、一つ一つこんな感じでヘタの部分は処理してあります。ここまっすぐ落とすと中央の部分がどうしても青っぽかったりするんですけど、こんな感じで鋭角に切り込んであるんで、美味しい部分だけ食べてくださいみたいな処理がしてあります。普通、まあイチゴもねさっぱりしてますね。まあ量的にもこのマンゴーがやっぱメインの商品になってるのかなと思います。マンゴーうまっ。今年は夏のスタートが遅くて、最近めちゃくちゃ暑いんですけど、まだねしばらく続きそうなんで、アイスとか食べるよりもこういったフルーツの方がねヘルシーでいいと思います。このマンゴーがしっかり甘いんで、何かスムージーとかデザート作る時も甘味料ですかね、甘さ足さなくてもいいんじゃないかぐらいしっかり甘いです。ということで今回はトロピカルマリアのトロピカルフルーツミックスの紹介だったんですけれども、この商品は一応海外で製造されてて、日本のメーカーが輸入販売をしてるみたいな感じなんですけど、パッケージも日本語表記で日本基準で作られてる冷凍フルーツだなと思いますんで、やっぱね海外メーカーのものとは違うなと思いました。海外のメーカーが作ってるものって1個あたりのね大きさが極端に大きかったりとか、イチゴとヘタの処理とかも甘かったりとか、売れてないものが入ってたりとかして、まあ安いから買ってたっていうところがあるんですけど、質を求めるならこれがベストかなと思います。この3つのフルーツの中ではやっぱりマンゴーがダントツ美味しいなって感じだったので、いろいろなフルーツを食べたいって方はこのパッケージが一番いいと思いますし、マンゴーだけひたすら食べたいって方はマンゴーだけのやつ買ったりとか、そっちの方がいいかなと思います。コストコの冷凍フルーツの中では一応価格高いんですけど、一般的に見ると半額ぐらいですね。セブンイレブンなんかで売ってる冷凍マンゴーと比べると、あれが大体 100g ちょっと入って200円とかだと思うんで、これだと 100g あたり100円ぐらいなんで、なので半額ぐらいっていうイメージですね。なのでコンビニなんかでこういう冷凍フルーツちょこちょこ買ってると、結構バカにならない出費になるんで、定期的に食べる方とかたくさん食べたい方はコストコで買ってみるといいと思います。これまでねコストコで売ってた冷凍フルーツって 1.5 キロとか2キロとか1袋あたりがめちゃくちゃ大きかったんで、持って帰るのも大変だし冷凍庫の中圧迫するんで、ちょっとね買いにくいところあったんですけど、これだと1キロしか入ってないですし、小分けすればね、まあなんとか
なるんじゃないかなと思いますので、気になった方はね、ぜひお試しください。これでね、いつも作ってるデザートを作って終わろうかなと思ったんですけど、ちょうど長男を回収する時間になりましたので、行ってきます。300点。はい、虫なんかうまいよね、これとろっとして。今回はアイスっぽく仕上げたかったんで牛乳の量を減らしましたけど、スムージーとかちょっとドリンク系に寄せるんだったら液体の量をね増やせばそうなりますので、まっ